おめでとうございます。今日からですね、本格的に福袋開封チャンネルになる予定のドリピルです。まあ見てもらったら分かる通り、今1月1日なんですけれども、秋葉原でめちゃくちゃにポケモンカードの福袋買ってきました。ということで開封していきたいと思います。でもって1本目なんですけれども、値段は一体いくらなのか動画のタイトルにもなってると思いますが、見てください、いきなり10万円です。今年はやばいかもしれないです。本当に俺の財布の紐が緩みすぎましたが、これねめちゃくちゃに並んだんですよ。去年はそうでもなかったカードマックス、俺の実況者友達はね同じぐらい並んだけど、買えなかった人多数です。俺が一番前に並んでたんで俺しか買えなかった。これを、開封していきたいと思います。10万円かと思ったら、待って、これよく見たら、見て、11万円なんだけど、税抜きだったんだ。これどう考えてもこれ税抜きじゃないよね。はい、ということで、こちらなんですけれども、入ってそうなカードが書いてますね。ニーフィアとかメイちゃん、ソニアにラティラティ、ギラティナ、はい、3枚セット、ルギア、ユーリ、みたいな感じで、かなり強いと思います。いや、わかりません。もう正直、秋葉原に人がいすぎて、もう福袋買えたら何でもいいや、みたいな、そういうなんかもうメンタルになってしまっておりました。ということで、こちらの福袋開封していきたいと思います。はい、それじゃあ見てきます。ちなみになんだけど、一応ね、いきなり10万円上げてるんですけれども、まあ値段をねだんだん上げていこうと思ってるんですけど、10万円よりも、低い値段のポケモンカードの福袋も何個か買ってるんで、まあそれはね、なんか頃合いを見て出します。ちょっとぐらいはお高い感じのつかめとか最初の方に出したいなって思ったわけなんですよ。さあ、それじゃあ、まずは、なるほど、まさかの無限大なの、デッキケースが入っておりました。まあさすがにこれはね、数合わせですよ。まあこれはね、11万の福袋に入っていいものじゃないんで、こちらと、あ、でも意外と少ないのか。待って、ボックスみたいなのがあります。でもってハイクラス系だな。まあ、V スターユニバースとか、もっと昔のの可能性も、おお、すごい、シャイニースターが入っております。なんかシュリンクめっちゃこれ緩いんだけど、なんかここら辺のシュリンクがゆるゆるなんだよね。まあ、まあ開封するんで、全然気にしないんですけれども、これは、多分未開封のシャイニースターウェイです。でもって、待って、少なくない？こちらです。もう一個ハイクラスパックのやつだが、出た！V ユニ、V スターユニバースが入っておりました。今ね、これボックスが2つと、デッキケースじゃないですか。なんとですね、もうないです。2個入ってる。でもそれだけです。はい、これだけです。こちらが多分この確定のやつかな。これなんだ。こっちから見るか。これが、あ、ポケモンカードが入っております。はい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 。これが1枚ですね。緑色のスリーブに、これ刀スリーブかな、入ってるのと、こっちが多分俺の予想だけどこれだと思うんだよね。俺が欲しいのは、もちろん上の段ですね。このニーフィアとかメイ、ソニア、ラティラティとか、そういう1枚のカードだったら嬉しいんだが、一応こっち先にこれやるか。あれ？待って、これなんだ？未開封パックだ。待って、未開封パックってことはこっちがあれだ、これだ、これなんだ。未開封パックが 1パック入っております。こんな感じに、なっております。救出します。見ていきたいと思います。なんだ、なんだったら嬉しい。エイフィーとか入ってる可能性あんのかな。まあ、ピカチュウ系とか、いきます。はい、おお、いや、持ってなかったカードの未開封、めちゃくちゃ嬉しいぞ。これボスごっこピカチュウのアクアダンバージョンですが入っておりました。これはね、俺1枚も持ってなかったんで、ちょっと嬉しいカードが入ってくれてましたね。これだけだよね。はい、じゃあ見ていきます。1枚しかないわ。これ勝ったんじゃないの？他のやつだったら、ギラティナとカイセットとか、ルギアとユーリセットとか、まあ、それでもちょっと嬉しいけどな。カイ3枚セットとかはちょっとね、残念だったんだけど、あ、1枚っぽい !1 枚っぽい !1 枚っぽい。じゃあ見ていきたいと思います。皆さん、こちらが、11万円福袋の、中身です！わー、ラティラティです。ラティラティが入っておりました。こちらはですね、最近ナナコさんが確か繁盛にプレゼントしてたかな、最高にエモいイラストの、ラティラティが、当たってくれました。1枚ですね。はい、ということで以上です。まあこの2枚で、元が取ってたりするぐらいにはなんのかな。多分そうだよね。これが未開封なんでね、これ普通に嬉しいですね。それのおまけでね、V スターユニバースとか、あとはもうこのなかなか今じゃ購入できない
シャイニースター V がついてきたよみたいな、そんな感じなんだと思います。まあ、V ストには明日は5000円ぐらいだけど、まあ、こっちは本当にね購入できないんでね、でこれはもう絶対に数合わせです。まあ全然負けてはないと思うんだけど、まあ、正直ね量が少なかった、もうちょっと開封を楽しみたかった気持ちがあるので、もちろんこのリボックス開封していきたいと思います。こっから、マリじゃなくて取り使いの SR、出して、こっからですね、まだ俺ウルトラレア1枚も持ってないんで、ウルトラレアを出したいと思います。はい、それじゃあ V スタイリバース開封やっていきたいと思います。なんだかんだでこれ久しぶりに開封する気がするな。一番最新弾にはなるんですけど、はい、ホクスライ、レジスジル、パンプジン、ニキュアは、これはねエネルギーが1枚 SR で、確定で入ってるのと、あとはキャラスーパーキャラクターレアだったかな、ハイパーボール、スペシャルハートレアだ、それがね1枚1ボックスに確定で入ってるやつと、あとはサポートの SR もまあ 50% ぐらいの確率で、入ってることがあるんで、俺ね神連れが欲しいんだよね。神連れ持ってないんで、カイちゃんはね1枚地引きしてるんですよ。おー、ルナトーンアートレアが、出てきました。これが3枚入ってますね。はい、オリジンディアルが V です。まあ、そこら辺を狙って、開封やっていきましょう。なんだかんだで、ね、ハイクラスパックにしては俺開封してないんで、持ってないカードありすぎるんですよ。だから何が出てきてくれても嬉しい。まあ、ウルトラレアですね。はい、ザシアン V で、はい、あとゲンガーにファイアーです。あー、臭いね。あ、初めてじゃない？臭いエネルギーが出てくれました。こんな感じで反射でキラキラ見えます。はい、ソルロック、ビッパー。でもこうやってね、もう、あんまりショップとかで売ってないのを開けるのいいね。あー、ウソル、初めてだ。美しい、かっこいい、これいいな。イラストが神々しすぎます。はい、スペシャルアートレア30種類ぐらいあるはずなのに、普通に被りましたなんかオリパで出てきたわこれ。はい、で、フリーザと、サンダーが、入って、おります。いや、ただまだ神連れとかの可能性は全然あるから、それを狙えばいい。あと、あのアートレア何枚、9枚パックか、そこら辺とかを出す。あー、エレキブルー、こんな感じでもうアートレラが出たらないのかな。はい、デオキシスにストリンダーで、ございます。レジスチル、リオル、ナイトル、あ、翡翠の仲間たちとかも欲しい。翡翠の仲間たち欲しいわ、そういえば SR のあれを俺にくれ。はい、ドダイトスに、あ、チルダリスのミラーですね。はい、レジロック、アルカ、はい、山脈、アクロマの実験、ヘビーボー、ギラティナ、やっぱこれ強いカードばっか入ってるわ。で、ルカリオにゾロアの、ミラーでございます。ドーミラー、あと何パックだ、もうちょっとか。踊り鳥、ツジ、レジドラゴン、崩れたスタジアムに、リザーブイスタ。はい、おー、それ忘れていた、輝く無限大だが当たりました。つか俺地引き初だ。あの動画のね、対戦動画で使う予定があったんで、買っちゃいましたが、普通に、はじ、ちょっと待って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 、ついに来たか。ベリープ、はい、うわポチエラ、パラス、はいはいはい、で次が何、言わんことか、あ、違う、ナエトル、次ピカチュウじゃない、うわー嬉しいめちゃくちゃ嬉しい。このビッパ、へっちゃら顔のビッパとかもね普通に使うんで、これで揃えようと思ったらこれね3枚とか必要なんですよ。デッキヨマワル、はい、チルット、リホル、はい、で最後バオッキーなんだ、最後ダブルレア当たるんだ。見てください、皆さん、これアートレア9枚パックを当ててしまいました。マジで嬉しい。俺今までハイクラスパックでもうウルトラシャイニーとかシャイニースター V とかブリマックスクライマックスとかタコルスターズとか SR10 枚パックとかそういうの1回も引いたことなかったんですよ。ついにここでV スターユニバースでアートリア9枚マック引きました。こんな感じでイラストが9枚全部繋がってるんですよ。まあ見てもらったらわかるんですけど、背景の木とかが同じじゃないですか。めちゃくちゃに嬉しいこれは9ポケのファイルで、飾りたいっすね。ただここら辺とか、あとはまあここら辺かな、これはねもうちょっと手に入れてデッキとかで使いたいわけなんですよねまだまだ俺の旅は始まったばかりです。いやー、マジで嬉しい。さあ、それじゃあ最後の1パック開封していきたいと、思います。つかあれだね、俺知らなかったんだけど、アートレア9枚パックが出るときも普通にアートレア3枚出るんだね。だからこれはアートレア12枚ボックスでございました。はい、マナフィ、さすがにねもう全部出てるはずなんで、おお、かっこいい、ギラティナ、ギラティナが出て、まあ多分そういうねいい感じの高いレアリティのカードは出なかったですが、興奮するわ。
マジで興奮する。まあ一番最後にね、まとめると思うんで、とりあえずシュリンクガバガバのやつ開封しましょうか。なんでこんなにシュリンクガバガバなんだろうね。これ再シュリンクなのかな、全然わからんけど、とりあえず今の勢いだったら、ここからね、トリツカイの SR とか、あとはリザードン VMAX の SSR とか抜けるんじゃないでしょうか。では早速やっていきたいと思います。それじゃあ開封やっていきたいと思います。もうね、2年前のボックスなんで、さすがにね、もうそろそろ対戦環境じゃ使えなくなるカードとかも入ってるはずなんですよね。こういう感じ、スピード、雷、エネルギーみたいな D レギのカードですね。なんですけれども、あー来たー、こういう、超コレクター向けの超レアリティの高いカードを狙って、開封していきましょう。取り扱い、お前を引いて最高の1年の始まりにする、チラチーのロースタワー。ちなみにこちらも、ポケモンの色違いは確定で1枚入っておりますが、サポートの SR、まあ、取り扱いとかマリーとか、ボールガイみたいなカードは 50% ぐらいの確率でしか入ってないので、まずそのサポートの SR が出た時点でめちゃくちゃに運がいいと。さらにですよ、こちらのパックはですね、色違いポケモン10枚パックってのが存在するんですよ。色違いが10枚出るやつで、俺の周りの活動者は俺以外全員引いてますね。トリツが来た、トリツがいい、うわボガー、お前何回お前何回あんなにたくさん種類がある中でなぜお前が1年の最初に出てくるんだ。まあまだね、 SSR の色違いポケモンは確定で入ってるはずなんで、あはは、ボールガイ、それを、狙ってリザードン、リザードン、リザードン、この次がはっ、おー、ラプラス、ラプラスとかでもね、すごい可愛くて嬉しいんだけど、やっぱもうここに来たらね、リザードン一強なんですよね。やっぱ色違い、黒の色違いはね、最強です。かっこよすぎる、リザードンの色違いかっこよすぎる。レックザとかもね、めっちゃかっこいいから、ハイダーク、あー嬉しい、アーバーガーの色違いが出てくれました。ありがとうございます。これ剣盾でね、色違い厳選7時間かけてやりましたよ。はい、からのスイくん、なるほど、あ、まだ出ない、まだ楽しませてくれますね。今年1年もね、ポケモンカード開封とか実写動画、アナログゲーム、いろいろね、ゲーム実況も含めていろいろやると思いますんで、よろしくお願いします。そうです、リザードンを引いた男です。なるほど、まだ楽しませてくれ、待って、一番最後のバックなんだけど、色違いポケモンが、確定で入ってます。丸役ではやめてくれ、ブラメシア、すまんな。いや、この中流れ、お、え、4、あ、違う、3枚目か。はい、これの次です。その、はぁ、あ、違う、これの次、いきます、はぁ、うわぁ、もう、でも、ドルバルトプレイマックス。はい、ということで、今回の10万円福袋、っていうかまあ、11万円福袋ですけれども、当たったのは、このラティラティと、ポケモンごっこ、ピカニキだったわけなんですけれども、まあ、これだけでね、すごい良かったんですが、入っていたボックスから、まさかの神引きをするという、この AR9 枚セット、これね、本当に封入率が低いってことが、分かってから、すごいね、手が出しづらい金額になっているわけなんですよ。このピカニキとか特にかな。なので、これまだ1枚も、もちろんね、全部持ってなかったんで、いや、違うか、1枚だけなんか、確かヨマールだけ、なんかのオリパで当たった気がするけど、まあ、ほぼ持ってなかったんで、これが出てくれたのは、本当に嬉しかったです。シングル買いする前でマジで良かった。ということで、ここまで動画見てくれてありがとうございました。また明日もですね、10万円福袋上がります。その次は、10万円より高い福袋が上がるかもしれません。じゃあな！